はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ダービースタリオン続きやっていきましょう。53年目、3月の4週からと。今週はローザ再びが高松の駅伝ですね。はい、行きます。まあ、ぼちぼち引退してもいいんですけどね。まあ、まだ十分ね、走れるんですが、まあ、そんなこっからね、すげえなんか、G1 取れるとか、いうのもないですし。はい、そして、キングスタスピ。まあこれも微妙なんですけどね。まあこいつだけ残して他はね引退しました。繁殖牝馬がボイスか。まあこの辺ちょっと開けて、まあキングパッション、まあこの辺を開けてローザ再びと、まあこのキングスタスピンも入れちゃってもいいですけどね。はい、まあとりあえず行きましょう。さあ、印。まあ、ぼちぼちやね。あ、つか、レベル高いですね。これ結構きついね。スタートしました。少しばらつきました。はい、ちょっともうこれは飛ばしてます。白山ムーン、粘っている。先頭は。まあ、今回もね、まあ、メインはローザスからね。ただいいですよ。こっから伸びてくるよね。ローザ再びは。残り200を切りました。さあローザ再び伸びてきて、ただね届かずと。まあでも結構来ましたねこれ。なんだかんだやってくれる、それがローザ再び。まあこのメンバー相手によくやったんじゃないですか。はい、よくやりました、このメンバー相手に。結構金も増えましたね。ただね、まだちょっと貯めてるんですよ。さあ、そしてローザ、まあ、今回の主役。まだね、衰えとか来てないので、まあ、来てないと思うので、まあ、印とかもねいいと思うんですが、一応ね今のところこんな感じです。この辺からですかね。8月入級でダートはまあ普通に走れます。はい、普通にこなせる。で、ビシビシ OK の、回復早い。だバネ込めとかね、あるわけじゃないです。秋コバ3冠取って、で、その後フェブラリーステークス取って、大阪杯だけ落としました。落として、で、天皇賞春宝塚取って、凱旋は2着。やっぱダートがね、ちょっとね、取り切れないって感じですね。悪くはないですけどね。で、アイマー取りました。で、フェブラリーステークスも落とすと。その、北高たる前に負けたかな、フェブラリーステークスは。まあ、その辺の有名どころに、ちょっと、苦しいって感じかな。勝てないっていうかね。何人かいたら、一人に負けるみたいな。そんな感じですね。一頭に負けるみたいな。はい、ということで、大阪杯、行きましょう。まあ、今年は勝ちたいね。さあ、印は？オッケー。取れてますね、しっかり。ワグネリアン相手にこんだけ取れるか。オッズは ?2.8。まあまあ、いいんじゃないですか。やっぱローザ強いね。さあ、行きましょう。負けるんじゃねえぞ。はい、ちょっともう飛ばしてます。スタートオッケー。お、これ来るパターンじゃない？こっから伸びてきてる。来てます。最後グッと来い。坂で止まらない。外来てると。あぶね、勝ったやろ。あぶね。いやー、ワグネリアン鋭かったですね。さすがダビーバー、やるやん。いや、よかった。危なかったですね。ギリギリ。キングパッション。キングパッションか。あー、で、これも来たか。キングサウンドの子。
スタスピ桜花賞、ちょっと確認していきますか。まずローザ大丈夫か。ローザ再びも大丈夫。ローザは、まあ、次は天皇賞春ですね。まあ、とりあえず天皇賞春で、で、ローザ再びは、ビクトリアマイルがいいですかね。はい、とりあえず、こんな感じで、行こうかなと思います。よし、やってくれたか。まあ、天皇賞春はね、まあ、硬いんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、そう言ってわかんないですよね。さあ、ちょっとこっち確認していきます。とりあえず、キングパッション。キングパッションは、コメントはね、こんな感じです。スタミナ、根性、パワーあり。これちょっとスピード磨きたいですね。ビシビシはないんか。キングスプリング。まあ、これでいいんじゃない。これちょっと自分で調教したいですね。これは。はい。ちょっとやっていこうかなと思います。で、スプリングスイーツ。これがスピコメかな。まあ、この組み合わせ、スピコメ、ほんとね、かなり出るんですよ。番外編でも出るので、出てるので、まあ、とりあえずスピコメ欲しいって方はね、いいかもしれないですね。スプリングスイーツ買って、ダイヤメージをつけると。まあ、めちゃくちゃ走るとか言うわけじゃないんですけどね。これが、まあ結構ね、スプリングスイーツの子は、売っても高いですからね。はい、行きましょう。ドルチェ。いいじゃん、ドルチェで。ね、まあ繁殖牝馬ね、使いたいですね。さあ、あとはこっちもね、ちょっとやっていかないといけない。じゃあスプリングちょっと調教しつついきます。まあまずはゲートとまあなんかやるっていう感じで。まあこいつはね、とりあえず芝。もうとにかく芝で行こうかなと思います。まあスタスピね。まあこんなもんでしょ。花は桜に、かけるは乙女。3歳牝馬の花形たちが阪神競馬場を駆け抜けます。花の戦は桜花賞、まもなくスタートです。スタートしました。メンバーもほとんど見てないですね。まずは先行争い。これで勝ったりしてね。突っ込んでくる。あ、ダイワスカーレット。スカーレット。ダイワスカーレット。粘る。でも粘ってるじゃないですか、結構。ダイワスカーレット。ここから突っ込みました。ダイワスカーレット。頑張っている。ディアドラ、ここから追い上げる。ダイワスカーレット。頑張っている。ダノンファンタジー、まとめてかわした。ダノンファンタジー、差し切って。ダイワスカーレット勝ってほしかったですね。スプリングは、まあ、とりあえず芝ですね。芝合わせいっぱいで、まあ、ちょっとがっつりやって、まあ、とりあえずゲート5回やると。まあ、最初の印ですね。4月入球なので、まあ、どれくらい取れるか。もう厳しそうだったら、まあ、即引退でもいいです。この2頭はね。まあ、ドルチェスピコメなので、まあ、とりあえず20丸、まあ、4か5くらいね、取れると思うんですが。まあ、ダイヤメジャーとね、スプリングスイーツなんで、まあ、これはね、印はつくと思います。スタスピ、まあ、引退でもいいね。スタスピ引退するとして、パッション。パッションか。パッション引退で、1枠空くので、そこに、
スタスピ入れるか。まあ、それでいいですね。はい、じゃあ次行きましょう。スプリング。はい。鍛えていこう。で、まあ、プラスゲートね。ちょっとこの辺だけ確認します。キング、根性ありのビシビシか。まあ使いやすいですね。あ、ガラスのローザもスピコメか。ただちょっと微妙やな。キングパッション。キングパッション来たか。はい。で、ローザが天の初春。OK。ここはちょっといろいろやんないといけないですね。まず、キングパッション。これも引退でいこうかなと思います。はい。引退で。G12 勝っすね、パッションは。で、スタスピ、これ引退したいなと思います。本当はね、1枠開けときたいんですけどね。いい牝馬連れてきたっつって。それ欲しいですからね。ただ、この辺は開けたくない。キングか。ただキングの子もね、そこそこいいんですよね。ボイスか、まあサウンド。まあ開けるならここやね。よし、じゃあとりあえず種付けしていきたいなと思います。はい、上からいきましょう。前回キング最速か。うん、まあキング最速いきましょうか。で、キング、まあこれちょっとね、スクリーンヒーロー使いたいんですよね。これスクリーンヒーローできます。はい。で、まあ、自家生産のシュボバー使ってて、まあ、結構つけるんですよ。自家生産のシュボバーさ、やっぱ走りますよね。の子ね、走りますよね。こいつは、ちょっと待って、金亀か。はい、まあ凝った背後でいきましょう。今のローザが守護馬になったらちょっと使いたいですね。その怖さ結構走るんじゃないかなと。まあ再びウェイとかの子もね、めちゃくちゃ走ってるので、どうしようかな。うん、まあ、凝った背後ね。まあ、この辺もいいっすね。ちょっと金亀つけようかな。はい。これで。そしてサウンド。サウンドはオルフェーブルか。安定し、実績へ。で、攻める。まあ、そんな感じっすね。はい。そしてスタスピ来ました。キングフレッシュとエピファネイアか。どうしますかね。とりあえずちょっと上から確認していく。そうですね。ああ、この辺、まあ、シンプルに。あ、ジャスサウェイね。なんかそんなこれだってやつがないっすね。まあオルフェーブルつけてもいいんですが、あ、ゴールドシップか。
あ、この辺凝った配合。ただどうすかね、凝った配合つってもな、これ。まあ一応凝った配合にしときますか。はい、まあシンプルに 4-3 で、まあ安定 C とかね、まあそこでちょっと行きたいっちゃ行きたいですよね。オールフェーブルとかで。はい、とりあえず OK やね、これで。これちょっと調教やらないとでしたね。芝合わせいっぱい OK で、まあゲートですね。はい、これで OK やね。じゃあ次行きましょう。さあ、ローズは印は、まあまあか。フィエールマンとシュバルグランか。まあ、ギュスターブ・クライとかね。まあ、その辺もいますね。オッズは3200ね。どうなんでしょうね、ローザね。まあ、苦しいよね。コバ最高峰レースといえばこのレース。3200m の長距離最強決定戦。ローザ、連覇なるか。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い。まあ、これはもう飛ばしますね。9番。さあどうだ、1は OK。 さあ止まらず、いけるか、どうだ。さあローザ伸びてる。いや、粘れ粘れよ。あー、問題ないですね。いけるか、3200。いや、今までその3200さ、3200か、天皇賞春取って、で次連覇とかに挑むじゃないですか。その時にね、距離が長いって言われること結構あるんですよ。来ましたね、問題なかったね。天皇賞春も狙い撃ちっすね。まあ取りやすいです。はい、 OK、 勝ちましたね。よし、あとは宝塚だけですね。で5月セールはいかないです。はい、いきません。お、ガラスのローザが来るか。はい、まあ一応ね、スピコ目。まあ牝馬っていうのがいいですね。ローザは、まあ次はね、宝塚行きます。で、あとはキングスプリング。まあこれ調教して、まあ、ここでゲート終わりですね。まあ、こいつはもうひたすら、もう芝、もうスピード磨きたいなと思います。はい、ゲート練習 OK。まあ、これちょっとわかんないですね。で、これは使います。ちょっとこれ動画外でやってきます。あとは、キングスタスピアね。はい、これも後でやってきます。クラブはまあ、まあそんなによくはないね。まあ次回は6月くらいからやりたいなと思います。はい、ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。